ま、まずね、軽く自己紹介から、させていただきたいと思います。僕はですね、2010年からですね、このスタンドアイという海外の大会に、参戦して始めまして、現役はですね、2017年まで、海外の、まあ、全米選手権だったりとか、あとヨーロッパだと選手権という形ではないんですけども、まあ、イタリアとかフランスとか、ポーランド、いろんな各国でですね、でかい大会というのがあってですね、でヨーロッパの特選手たちはこの各国をこう回ってこう大会に出たっていうのがあるんですけど、僕もですね、この現役のライダーに混ざってですね、ヨーロッパの大会に参戦したりと、そういう活動をですね、メインにやってきたライダーです、ね、はい。で、まあ、時折ですね、まあ、表彰台、まあ、3位とか2位とか、残念ながらですね、いい結果をだけ取れなかったんですけど、まあ、時折海外の大会でも、表彰台に登れるような、ここくらいまでですね、なんとか頑張ったという。そういった肩書きの大学です、はい。で、まあ、そうやってですね、アメリカとかヨーロッパとかいろんな大会出てきたんですけども、まあ、その結果どうだったかというとですね、本場でこう頑張ってたので、まずアジアの大会に呼ばれるようになりました。あ、大会じゃないです。アジアの賞ですね、はい。アジアの賞に呼ばれるようになって、台湾とか、シンガポール、インドネシア、ベトナム、マレーシア、時にはですね、サウジアラビア、中東の方までですね、こうプロライダーとして結構で、ね、いろんなね、アジア方面の方を借りてもらいました。でよくですね、スタンドライディングっていうのはフィギュアスケートのような競技だというふうによく言われます。言われますというか、僕が言い始めたんです。で、例えば、全日本のロードレース選手権とか、モトクロス、全日本のモトクロスなんかは、コンマ1秒を競う、まあ、速さを競う競技なわけですよね。で、それに対して、スタンドライディングっていうのは、フィギュアスケート的な、まあ、競技で、技を決めるとポイントが上がる。全日本のロードなんかは逆にスピードスケート、スピードスケートとフィギュアスケート、そういった、まあ、違いのある、まあ、新しいモータースポーツ、これがね、スタンドライディングなんですね。次ですね、ユニー総合からやっていこうと思います。で、皆さんにお願いします。技が決まったらいちいち拍手と、ね、あとは黄色い線お願いしますね。女性の方特にお願いします。黄色い線はね、オーバーチャンネルがステージ上がります、はい。じゃあ今日めっちゃいい日だと思います。今日はこちら拍手をもらえます。あのね、本当ね、あのノリが悪いというか、イベントによって結構違うんですよ。こうやってね、温かく拍手してくれるところは本当にないじゃん。あの、なんだろうな、お笑い芸人さんがその全く受けずにもうしんどいこう、なんだろう、漫才やるみたいな、ああいうのに似てるんですよ。こうやって振り返ってくれると僕的にめちゃくちゃ楽です。ありがとうございます。リアタイヤを空転させる技なんですけど、今日はリランスカーも一緒なんですよ。どうしよっか。なんだろう、これね、もう止まった状態でバーって回った時に黒いやつがついちゃうので、まあ、ブラックマンジャーってね、日光でだん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 薄くなっていくので、まあ、軽いドリフトくらいでちょっとやってみようかなと思います。あの皆さん、オバチャンネルがやってたって、あの空港には言わないんですよ。じゃあ、リアタイムを合わせろって言います。リアタイムを合わせろって言います。どう？ついてる？ついてないよね。俺何も悪いからやってないよね。でまあちょっとこれやりすぎちゃうとやっぱりね、あの後がついちゃうので、ごめんなさい、ちょっと今日これで勘弁してください。今のがリアタイヤね、空転させる、まあ、ドリフト系のリスクですね。で僕の場合はスタート的にはリアタイヤをロックしてこう流れるじゃないですか。流れた瞬間にクラッチミートをして、ね、そこからパワースライドに繋いでいくね。で、まあ、これ本当ね、僕も一番得意で、一番こう、なんだな、自分の得意技なんですけど、今日はそれが封印されているので、残念ながらちょっとこれはね、あまり使わないようにしていこうと思います。はい、これでウィリスタート。はい、はい。ありがとう。ありがとう。最高だ。で今のがウィリサークルなんですけども、これを基準にですね、バンバン難易度を上げていきます、ね。
今はもうスタンダードのね、ミリサークルだったんですけど、ここからまず次はですね、手を離していきます。ワンハンドミリサークルですね。もちろん手を離すので、このね、200キロ弱あるこの大型バイクの車重をですね、片手で操作しなきゃいけません。だから常にバランスにバイクをずっと入れ続ける、そういうテクニックが必要なんですけども、やっていきましょう。で、両手を離すんですけど、アクセル一切触らずに、小さく円を回ります。フルロックターンですね。で、なんでこのフルロックターンができるのか、右足の動きをよく見てみてください。それではやってみます。ね、はい、両手離した。出た時に右足の動きちょっと見てください。右足、ギアブレーキ踏んでる足どうなってます？結構細かくこう動いてますよ。高いアイドリングを右足のね、このギアブレーキの操作で加速をコントロールして、要はアクセルの代わりにこうやって立ってるわけですね。バイクの扱い方なんです。次はですね、フィギュア8っていう技をちょっとね、紹介していきたいと思います。
ではこのポジションでハイチェアって呼びます、ね、このハイチェアで、ね、もう一回ちょっと指先できるかやってみましょう。結構ね、お母さんでバテ始めております。頑張ります。取り出していただいてですね、各 SNS に投稿してください。で、オガチャンネルはですね、エゴサーチが趣味です。イベントが終わったら必ずですね、ハッシュタグオガチャンネルですね、僕いつも見るんですよ。で、オガチャンネルは OGA、アルファベットの大文字で OGA ですね。で、チャンネルがカタカナでチャンネル。まあ、これが一つ目。二つ目が、ウェビックフェスティバル。ね、今日のイベントです。カタカナでハッシュタグウェビックフェスティバルって入れてください。で、3つ目がですね、まあ、ウェビック、ね、皆さんインターネットで、ね、通販サイトで、ね、お買い物されていると思いますが、ハッシュタグウェビックのこの3つ投稿してください、ね、それやってくれた方はね、僕あのエゴサーチ趣味なんで、かっこいい写真とかあったらもうすぐさまにツイートとかね、いいねとか押しに来ますので、フォトセッションやっていきます。じゃあ同じ技をね、何回かウィリーサークルだったりとかストッピーだったりいろんな技をやっていきますので、皆さんカメラを構えてシャッターチャンスをお待ちください。ちょっと全然やっていきます。Thank you.
Thank you.